不満買取センターって知ってる？日常生活で感じた些細な不満を投稿するだけでポイントがもらえて、ショッピングギフト券と交換できます。例えばこんな不満。スーツケースのタイヤは交換できるようにすべき。本体はまだまだたった使えるのに、タイヤだけのために粗大ゴミで買わせてるのはもったいない。めちゃくちゃいい不満だよね。冷凍庫も開けた時にライトが点灯するようにしてほしい。夜中にアイスを食べたくなった時、わざわざ台所の電気をつけるのは面倒。素晴らしい不満。こういう不満を1日10件まで投稿できて、内容によって1投稿あたり1から10ポイント獲得できる。不定期で実施される高価買取キャンペーンだと最大50ポイントで買い取ってくれる場合もあるので、1ヶ月間不満を投稿し続けるだけで2、3000ポイント貯まる。1ポイント1円でギフト券と交換できる。保有ポイントは500ポイントから。会員登録したら日々の不満をぶちまけるだけだし、日常生活の不満なんて溜まってく一方だよね。おい、物価また上がんのか？日常の不満を発散できてポイントももらえる。気になった人はぜひ挑戦してみてください。日中でした。